淀江町にやってきました。ザ・梅雨な空模様です。山陰の梅雨で特に欠かせないものといえば、そう、傘ですよね。淀江町といえば和傘が有名です。今日はそんな淀江傘の魅力に迫っていきますよ。淀江傘は江戸時代後期この地に生誕し、良質な竹と印州和紙が手に入ったことから全国有数の生産地に成長しました。和傘は時代の流れで値段の安い洋傘に押され、かつての大量生産ではなくなりましたが、こちら和傘伝承館で伝統技術が受け継がれているんです。失礼します。あ、はい、こんにちは。あ、こんにちは。 BSS 山陰放送の中島です。山本です。よろしくお願いいたします。淀江傘伝承の会5代目の会長を務めている山本恵美子さんです。23年にわたる経験を持つ淀江傘の伝承者で、2016年に鳥取県伝統工芸士に認定されました。うわ、美しい。淀江傘の特徴というのは、武骨で丈夫。武骨で丈夫、はい、全国、岐阜京都金沢、それにこちらの淀江傘を入れて四大傘産地って言われておりますけど、うん、山陰地方雨風雪が多いとこなんで、だから華奢な骨を作ってたんじゃすぐ壊れますから、うん、山本さんが思う淀江傘の魅力っていうのはどんなとこだと思いますか。うん、そうですね、淀江だけの特徴のある中の刺繍、糸飾りって言いますけど、そちらがとても素晴らしい。なるほど。傘を開きました時に中にパッと桔梗の花が咲いた。繊細。淀江だけの素晴らしい糸飾りはどこも真似ができないほどの、はい、傘を作っております。伝統の技です。ちょっと何か作れたらなっていうふうに考えてたんですけど、できるんですか。ちょうどね、体験用の傘がございますので。あ、そうですか。いかがですか。いいんですか。はい、ランプスタンドって言いまして、ということでランプスタンドこれから作っていきます。色はもうすでに2色選ばせてもらいました。はい、ちょっとイータイムの色、ピンクとブルーっぽい色見えるでしょ。イータイムの色に見えます。見えますよね。傘の骨組みは用意していただきました。はい、最初の工程です。骨組みに和紙を貼っていく胴張りと呼ばれる作業です。手のぬくもりをこのようにアイロン代わりに接着した後、器具を使って骨組みにしっかりと固定していきます。そして全体を貼り終えて乾燥させると、続いての工程です。貼った和紙に畳み癖をつけていくんです。まず骨の周囲を折り込みます。そして傘を閉じた時きれいに畳めるように何本かまとめて骨の面を揃えます。で、内側でこのように膨らんだ和紙に折り目をつけていきます。これがなかなか簡単そうで難しいんです、この作業が。そう、さあもうだいぶ形が整ってまいりましたよ。完成間近。続いて全体に油を塗って防水効果を与える工程です。使う油はエゴマ油、アマニ油などを混ぜたもので、布を使って軽く叩くように広げていきます。植物性の油なんですね。結構いい香りがしました。美味しそうな。さあ仕上げに傘の先端部分にカッパと呼ばれる覆いを取り付けて完成です。はい、お、完成。完成。ああ、素敵なのができました。すごい。世界で一つだけのランプスタンドです。出来としてはどうですか。素晴らしい。95点です。95点いただきました。嬉しいです。合格だ。自分で合格って言っちゃいました。で、実際せっかくなので、暗いところで使ってみました。素敵。そうです。光の透け方がじんわりとして温かみがあります。そうなんです。風情ありますよね。あるある。またどこから見ても楽しめる。また見るところによって結構見え方が違って。そうなんだ。そうなんですよ。じっくり見とれちゃいました。そんな技術を、ね、伝承されている山本さんにこれからのことを伺いました。今後のこう抱負といいますか、今後どうしていきたいというのはありますか。うん、そうですね、今研修生がね、うん、入ってきてまして、今年の秋でちょうど3年の、期限が来るもんですから、うん、石の上にも3年って言いましてね、もう一通りできるようになりましたんで、その子に期待をかけて、はい、じゃあまたそういった若い世代、次の後継者とこう続いていくように、はい、せっかくね200年
淀江傘が継承されてきましたんで、またそれから50年100年とね、これから先期待しておりますね。はい、そしてそしてじゃかじゃん、スタジオにも用意いたしました。素敵、ね、これさやかさんが作ったんですか？そう、この不器用な中島が作りました。ちょっとお手伝いはいただきましたけども、はいはい、でもこの出来ですよ。すごいですね、近くで見るとまたこの和紙のさ、この透け感、透け感、あ、もう電気つけちゃうんですか？もうちょっと見せたかったぞ。すごく素敵。これあのベランダとかに置いてそれを見ながらちょっと、あ、バーボンとかいっぱい、バーボンなんですね。バーボンのイメージでしたね。なるほど。いや本当に、ね、いいものできたのでお家で大事に使いたいなと思います。またこういった、ね、技術伝承されていてほしいなと本当に体験して思いました、ここまで特集お伝えしました。